RMCA チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、はい。今日もリスクマネジメントジャーナルを石川副理事長とともに進めてまいりたいと思います。うん、事務局の相馬です。よお願いします。<laughs> 自己紹介から。<laughs> ね、<laughs> パッと今、<laughs> パッと今思いついたという。<laughs> 結構自分のノーハが忘れるんだよね。<laughs> そうですね。はい。音、声大丈夫ですかね。いつも僕の声割れてるっていうことで、あれですけど。はい。少しマイクをはず話してますんで。 はい、大丈夫です。クリア、はい、クリアで、のぶとくていい感じですよ。ありがとうございます。<laughs> 朝ですからね。あ<ー>ちょっとね、チェ低いからね。うん、もう少しこう、ちょっと明るめにしてもらえると、聞き取りやすいかな。<laughs> はい。ちょっと声を出すようにね。はい、はい、お願いえー、ということで、やりますが、えっ、ー、と、今日、ジャーナルはですね、えっ、ー、と、前回2週間ぐらい前に1回やってるんですが、4月の28日に公開している、これですね、ジャニーズ事務所の例の件ですが、 えー、これを続報としてやりたいなということで、じゃあ、今日のテーマは、今日のテーマは、はいえー、ジャニーズ事務所が公式見解書を出しましたので、はいはい、ま前回も取材対応はしてたんですけれども、はい、会社として積極的に動画を出したということで、はい、記者会見はやってないんですけれど、えー、動画を出したということで、えー、じゃあ、それがどうだったのかということで、えー、徹底的に考えてみましょうということで。 徹底解説、徹底分析と。とまあ、分析解説という形でいきましょうか。なるほどね。はい。まあ、これだけ大きな問題というかね、事件に発展しましたから、えー、まあ、動画を出したということなんでしょうけど、うん、まあちょっと前回からのちょっと少し流れ含、ね、めてね、池田、ねえー、さんの方から、はい、説明をお願いできればと思いまうんですが。前回、東間さんと話をしたのは、河湾岡本さんが、 外国人党協会で記者会見をしたと、で河野岡本さんの記者会見について解説して、どういう内容だったのかということを解説した上で、うん、でそれに対してジャニーズ事務所は一応、見解書、その共同通信にの取材に対して、コメントをしたと、はい、いうことはあるんですけれども<っ>あの、会社として正式なコメントは出してないと,と言える状況でした。 会社のサイトに出してない、要するに来たであの、よく見ると、共同通信には取材対応してて、他も問い合わせしたら、まあ、ノーコメントっていうか、うん、回答がない、あるいは反応がない、うん、返事がないという状況だったということがあちこちで報道されてるので、ええ、あの共同通信しか回答してないんだなということは分かりましたし、まあ、その後きちんとじゃ会社のホームページに、 共同通信にコメントした内容を掲載しているかといったらそれもしてなかったわけですよ。うんうん、今回、これは5月14日に5月14日ですね。はい、あの新聞休館日、翌日新聞休館日なんだけど日曜日やるなね。そうみたいですね。<laughs> <あ>夜にねます。日日ね、そうわ。わざわざ日曜日,の日の夜にわざわざね。うんということで、まあ、あのね広報ではこういうことね。 たまにやるんだけど、うん、これ、ちょっとき過ぎちゃって、うんあの、例えば金曜日に起こった時に土日にやるっていうのはあるんですよね。金曜日に、例えば、河野岡本さんが金曜日に記者会見やったら、うん、それが土曜日とか日曜日にコメントを出すってことはあるんですけど、うん、これってだいぶ時間が経ってるわけだから、うん、突発的な問題じゃないですからね。 そうなんですよ。どうも小手先を、ねうん、狙ったって、小手先のタイミング狙いみたいな感じですよね。とことん、うん、小手先だなぁと思う、出すんだったら、もうちゃんと平日の月曜日の朝出せばいいのにとは思いますけどね、うん、まあそもそもという感じはしますけど、まあ、それで翌日報道こうやってされるわけですよね、これはの夜。これは夜ですね。夜配信 配信されてそのまますぐ載せたっていうことになりますね。この TBS、リーグの方に関してはね。ということですねうんで。しかも動画で彼女が言ったのは、まあ、ここだけ、まあ、全文こういうふうに載ってますけど、ねえ、大きく、世の中大きくお騒がせしておりますことを心よりお詫び申し上げますと。ね、うんあのお騒がせしてますっていうのが本当に曖昧で、基本的にはこういう言葉 あの使わないほうがいいんですけどね、まあ、きっちりと事実になっっていう、うねうん、騒がせしていることをお詫びしているっていうね、あのまあ、事実か、まあ、前回言ってますけど、本人が亡くなってるから、もう事実の確認がしようがないんだと、もう問題がないとは思ってない、うんあ、そうそう、あのね、そういえば、はい、共同通信の回答の後に流れたのが、はい、これ、そばさん知ってるかな、取引先に見解書を出したんだって。 ああ、ジャニーズ事務所から。あ、そうそうそう。ええー、あ、それ知らないですね。うん、知らないあの、はいはい、そう、私、あのね、相馬さんとやった後に、話をした後に、えー、っとね、これは、取引先に対して、えー、っと、あ、これか、あ、ジャニーズ事務所が取引先に送付した、 うん、文書、これ、東京新聞が全部公開しててあ,あ,あ,あったな、そういえば。報道によっては、一部分だけ取引先にコメントを出したらしいよということで、はいはい、内容があちこちで紹介されてて、はいで、東京新聞だけは、これは全文を載せてたんだ。東京新聞は全関係者各位でなるほどね。 うん、これが全文載っていたので、私もあのその後ヤフーで書いたときに、全文載ってたな、でもこれ、公開されてないですよ、会社の公式サイトには載ってないです。うん、あくまでも取引先に配布されたものを、東京新聞がをはじめ、各地で各報道機関が報道していると、うん、いうことです。全載ってるののはは東東京京新新聞聞、ね、私が見つけけたのは東京新聞ですけど ええ、社長名で出してますね、うん、この時に出してるコメントが、まあ、共同通信のか回答に対しては、前、話したように、なんだかコンプライこのあの、きっちりと対応していきますっていうか、あのなんだかよく分かんない、うん、要するに性加害とか被害とか、そんな言葉も一切なく、うん、とっても曖昧な言葉だったじゃないですか。ええ、そうでしたねよく分かんない何の なんだかよくわかんない。謝ってるような感じもないし、って全く謝罪はしてなかったので、ええ、で今回は、この取引先に関しては、問題がなかったなどと考えているわけではございません。うん、この否定の否定、<laughs> 否定の否定は肯定だろということで、要するに問題があったと認識しているということを非常に分かりにくく言ってるっていうね。ですよね,ね。これ否定を重ねるっていうね、うん、もう分かりにくいんだけどな。 なるほど。うん、これがあの例のねあの、岡本さんの後に出てきた文書とういうことですかね。うん、うで、えーっと、真摯に受け止めて,、えー、ておりますということで、うん、あのこういうコメント、ね、タレントの,あのヒアリング実習をしてまいりましたと、これもね、すごく曖昧で、じゃあ、何人、何人に対して、 何人にヒアリングしたのか、何時間ヒアリングしたのかって書いてない。で私が例えば、うん、のクラス数でハるとかは川って、きっちりしましたよっていうことを客観的に言うために、何人、いつからいつまで、何名に対してどういう体制で聞いて、そして結,局結果として何十時間聞きました、20時間聞きました、100人に対して300時間かけましたっていうふうに書くわけ。事実をね。 そうフ,ァクファクトとして、しっかりと数字にして書くんだけど、うん、何でも書いてないわけ。だから、ちゃんとやったのかどうか、例えば5分だけ聞いてもそれヒアリングっていうし、あったのなかったのみたいな、ね、形で、うんうん、どういう場所でちゃんとプロを入れたのか、カウンセラーを入れて、しっかりと聞いたのかということも、まあ、よく分かんないわけですよ、とっても曖昧で。 曖昧ですよね。曖昧だで,で、まあ、これに対して批判の声をちゃんと取引先は上げてくれたのかなと。まあ、これがメディアに流れたってことは、まあ、当然、まあ、不満に思ってる人がいたから流れたんだとは思いますけどね。そうですね。うん、で、これがじゃあ、公式サイトに載ってるかって言ったら、これも載ってません。ジャニーズ事務所の、これ今、こ公式サイトにいるけど。そう、これをこれが流れたのが、 えっと、これ、五月十五日って書いてあるんですね。えっと、五月十五日って書いてあるん,、ねあるんね、うんね、うん。そういうことかな。まあ、とにかく、え五月は4月よね、これ。四この記事自体は、ああ、これそうですね、4月ね。うん、4月の二十一日だから、うんうん、取引先に対しては、 うん、21日に、ジャニーズ事務所は21日、うん、文書、音楽関連会,会社などに送付していたということですね。そ、うんうん、れでホームページ行ったんだけど、これは載ってない、ほら。3月31日で。ね、そういうことですね。4月のに21日、取引先に対して出したお知らせ、うん、載ってないですよね。載ってないですね。 うん。と、うん、いうこともあって、まあ、それが、うんまあね、また隠すと報道されるから、こうやってね、どうせね、入手されて書かれちゃうわけよ。うん、うんまあ。毎日とかそメディアだから、関係者として送ってたのかもしれませんけどね。ああ、そうかもしれないね。でも、東京新聞には来なかったんじゃないもう受け取ったわけじゃないみたいな。なるほど。うん。うん 関連会社などに送付していたことが分かった。これは東京新聞,、ね、東京新聞は、うん、もらってないから。当社に来ましたってことだったんです取引先ではないという、ね、ことですね。<laughs> 取引先ではないと。取引先まあまあ違うか。<laughs> 違うといえば違うんでしょうね、うん。東京新聞は付き合わないんじゃないジャニー事務所に払うお金もないかもしれないし。ねえそうかもしれないですね。<laughs> ううなるほどね。はい。あ<っ>まあこれが前回の記者会見の後、ジャニーズ事務所が取った行動ということですね、あとうん、まず、ね。取引先に取った行動。はい。ありますね、はい。それで今回の。そ,あそうですね。はい、<の>一般向けの。一般向け。まあ、記者会見じゃないんですよね、これはね。なんというか。そうなんですよね。まず持って記者会見じゃなくて。そうえ,っと,えっと、独自じゃなくて。いわゆるその、自分たちのサイトで、 動画を公開すると。サザエ公開。そう,ね、そうそう。です、うん、これも、例えば自分たちのサイトで、公式見解載せたのって、私、14日行った時なかったから、うん、これ、日付は14日になってるんだけど、15日に見に行った時は、これ、掲載されてなかったんですよ。うん、なるほど。ににててあの動画って、なんだっけ、YouTube でしたっけあの動画そのものは、ジャニーズの。 ジャニーズのうん。ど、どういう形で,ううで,で、ね、発信したんでしたっけも最初パッと見ただけで、ちょっとそれからう、ね。うん。公開限定だったのかもしれないね。最初のねうん。何か動画をアップするサイトがないと、あれですよね。うん、うん。それで。て見てみようか。ちょっと待ってね。これを押すと。これは TBS が直輪して。YouTube だね。あの、広告が入ってるから。うんあれでしょ、ね、?TBS の直リンクだから。 あの、さっきのなんていうの、はい、えっと、ニュースリリースのところを押したら、どこにリンクが貼ってあるか多分見れると思うから。これね。うん、これね。この動画をそもそも、あの、最初にアップした時って、この記事ページはなかったんですよね。はい、ということは、この動画自体はどこへアップしたんだろうという。 うん、広告入これは広告入ってないのかなちょっと待って、これは。さっきのはほら、さっ,さっきのはなんていうのその、前にしたっけ ?TBS の,、うん、のサイトだから、広告入ってるけど、うん、ここは別に自分たちに直接動画アップしてるから。うん、ただ、このページがなか最初なかったということであれば、この動画自体は。この動画自体はどこへアップしたんだろうと、最初ね。うんうん、という疑問がありますよね。 そう,そうですね。うん、あるいはち、ちょっと動画を渡したって言っては、ああ、渡したのかもしれませんね、各<の>動画を渡して、要するに自分たちのサイトに誘導ではなくて、うん、動画を渡して、してメディアに送ったのかもしれませんね、一斉で。一斉に送ってで、それぞれメディアは自分のサイトにアップしたっていうことも考えられるし、うん、そうかもしれませんね。うんうん とい,うことですいずれにしろ自分たちのサイトにアップしてそ、そしてみんなここから引用したってわけじゃなくて、まず報道があって、うん、その後十15日、もしくは16日に、彼らがこのサイト、まか、あ、った形でアップをしたということになります。なるほどね。うん、ちゃんと撮っとけばよかったな画面、画面ショット。あ、私も15日見に行ってあ、なんだ、まだ会社のサイト載ってないわ、なんて思いながら見てたので。うん、で、それをね、ちゃんと言おうと思ったの、今日 ね、そしたら、乗ってた。うん、昨日の段階で。後から乗っけたんですね。もう明らかにね。うん、そ,うそうそうそう。うん、まあそのやり方もね、ど,どうなのって思いますけど、そしてそのコメントは本当に一部分だけで、そしてその質疑応答に関して、うん、各方面から頂戴したお質問への回答という形をとっています。うんうん、会見ではなくて、 質問に書面で答えるということですね。うん、うん。ああ、これもね。あの、1か月もあったんだから、えっと、社長のあの動画の後に出てきた文章ですよね。表を変えて。あこれそうなの同じ日じゃないの同じ日かな同じ日かなえっと、報道はね、うん、報道は同じ日であげられてましたよ。報道に関しては。例えば、ね、さっきのちょっと。ABS ね tbs, これえっとうん、ほら、21時3分でしょ ?5 月14日21時3分の段階で、全文があって、これ、私が見たときは、なるほど。じゃあ、これは一緒に送られたんですかねうん。動画と私が見る限り、動画と、動画と、 このコメント質疑応答のコメント文は同時、少なくとも同時に配信されてました。なるほどね。うん同時に。記者会見やる代わりに文章で。まあ、これは、ま、割と、ま、割と新しいかな。これ、ま、珍しいっていうか、かこれいろいろ考えちゃって、まあ、1ヶ月もあったんだから、当然トレーニングは と思うんですよ。記者会見やるつもりで準備してた可能性はあるんでですよね。もでも、やった結果とってもじゃないけど会見に耐えられないなという判断になりそして失業とのコメント文にしたという可能性はありますあるいはもう最初から記者会見なんかやるつもりなくてでも顔は出さなきゃね顔出しってすごく大事だから とにかく社長の顔は出した上で、失業等は、部長にしようというふうにしたんでしょうね。で、これ以外のやり方としては、うん、例えばあの、大代表取材で1社だけ、例えば共同通信は共同通信だけ、1社だけインタビューを受けて、うんうん、あるいは社内で誰かが質問をさないというか、誰か、それこそ、あのー、 アナウンサーみたいな人に、あるいはまあ社会、社会部の記者だときつくなっちゃうからな。あの、誰か自分たちで用意して、堀ンが昔、ライブドア事件の時にやった形なんですけど、うん、自分たちで質疑応答、多くの人には答えられないから、一、うん、人の人にが質問をして、この質問をして本人が回答するというような、100%コントロールしたインタビュー動画を直すっていうやり方もあるんです。うん。けど、 ま、結果として文書にしたと。うん。いうことですね。そうですね。うん。おそ、うん、らく、これね。おそらく、うん。や、あの、これ見ると、知らなかったでは済まされないけれども、知りませんでしたって言ってるよね。ちょっとね、うん。知らなかったでは済まらない。<laughs> すまないけれど、知りませんでした。というふうに回答してみてね。うん。うんもういろいろ問題がありますよね、やっぱりね。うん、うん。いろんな突っ込みどころがある対応だなっていうふうに思うんですよね。うん、まあ、だから取り上げてるんですけど。 まあ、質疑応答に関しては、まあ、内容がすごく悪いってわけでは、私はないかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、やっぱり、まあ、これをね、評価はどうかなっていう感じですよね。記者会見、あのね、記者会見開くべきだっていう声も確かにある、あるし、した方が良かったとは思いますよ。でも、 トレーニングした結果、とても耐えられないっていう判断に至るとできないっていう選択もあるわけですよ。うん。うん、なるほどね。うん、まあ、まず最初に、まあ、当然その広報とか弁護士とか、そういう人と相談しながらやってはいるはずですよね、対応はね。うん、でそういう専門家を入れて、やって、 ているわけけですけど、まあ、その人たちの判断としてこういう出し方で正しいというふうに思って出てきているものだっていう前提がまずね、うん、ありますよね記者会見に耐えられない<あー> <laughs> という判断でもちろんこの文章なんて本人が回答じゃなくて全部法務部が法務とか候補がねえいいねって 弁護士も入れてね、書いてるはずですよね。で,うん、でも、これを彼女は会見では言えないというふうに判断したんだと思います。うん、いくら訓練しても無理だった。うん、無理。という判断に至ったから、かといって何もしないわけにはいかない、うん。ということですね、うんで。これをどう見るのか うんまあ、えそ相馬さんはどうでしたか、まあ、相馬さんはまた違う切り口でね、<laughs> 見てるんだと思うので、なんかそこを聞きたいなと思って。<laughs> あの、2回目ですよね、うちで取り上げるのをね。まず1回目は、ああいう性犯罪、特にその未,未成年に対する性犯罪に対して、うんえー、特に日本のこういう芸能の業界とかそういうところの閉鎖性みたいなことの問題点。で、それをどう内部告発するときに、えー どういうふうに世に出すのかということで、外国人記者クラブみたいなところを使って、まあ出すというやり方が今後どうなるのかと。まあそういうようなことをまず1回目やりましたよね。それで、そ、うん、ういうふうに世の中に出てきて、あの岡本さんの会見の後っていうのはまだそんなにメディアは報道しなかったはずなんですよ。ちょっと追っかけてましたけどね。どうん、それで、メディアもやっぱりジャニーズ事務所に対して本当にお呼び越しで、それは今でも、あのー、 続いているわけですよね。うんうん、それで、まあ、ある程度こういう問題はもうこれ完全に社会問題化し始めていて、一企業のまあ、単なるその社内的な不祥事というよりは、もう軽く反、うん、ある種、警察が動けば犯罪になりますよね。これ、性犯罪という。うん、しかも、隠蔽っていう、組織的隠蔽っていうのまでなってくるんで、非常に重い罪。うんうん、で、それを長年、 その、なんていうんですかね、こう、幼児売買というかですね、そういうようなこう人身売買みたいなところまでつながるぐらい大きな問題になりかねない。うん、だって、ずーっとやってた疑惑があるわけですよね、ジャニー、北川さん。そうですね、もうこれ、あの、産経も載せてますけど、<え>ずっとあったのに、うん、そうそう、ということ。を取り上えてこなかったって。そうそう、だから、ジャニーズ事務所ももちろん問題なんだけど、やっぱりそれを放置してきた。 メディアの責任も重いわけで、<え>これは本当に、なんですよ。こ,れね、うこんな状況になったのかっていうのを、<お>ね、北小路さんのね、昭和63年の北小路さんの方もちらっと見たし、うん、動画残ってるんですよで。僕もちょっとそれ見ましたけど、当時ちゃんと言ってるんですよね、具体的にこういうことをされたと。で、なぜ隠すんだということを、でこの人は、まあ、隠蔽されて、社会から抹殺されるわけですけど、 まあこういうようなことがあって、で、まあ、特にインターネットになって、こういうことが全部世に出るようになった時代において、なんて言うんでしょうかね。もう、まず最初に思ったのが、あジャニーズ事務所もうダメだなって思う、思いましたよね。あの、あらゆる意味で、まずこういう、こう、なんですかね、青少年に対する、こう、取り扱いというか、その芸能ということをまあ抜きにしてもですね、 がまず、現近代的だということと、それから、まあ、記者会見だけじゃなくて、こういう情報の出し方含めて、世間に対するコミュニケーションの能力の欠如みたいなものも含めて、うん、ジャニー喜多川さんっていうカリスマがいたときは、おそらくこれずっと、まあ、いわゆる一般企業にこう当てはめると、まあ、 先代、えー、というかですね、創業社長みたいなすごい強い人がいて、えー、その間はこういうものが全部隠されていたというような形ですけど、えー、そのタガが外れると一気にこういう問題が出始めると、いうようなもう典型みたいな感じになって、うんえー、いて、まあ、それに対する対応みたいなのも、本当に稚拙だよなというふうに見てますね。 うんうん、だから、いろんな意味でのこの組織の広報対応も含めてですけど、あ、これ、この組織まずいな、という感じで見てますね、今ね。で、うん、またちょっとその、ちょっと違う観点になっちゃいますけど、今、国会で LGBT 増進法という法案が、えー、いろいろともこう言われているタイミングで出てきた話なんですね、これ、測ったかのように。 なので、あの、非常にやっぱりこれが日本の国の、いわゆるその人権意識みたいなものが海外にどう映るかっていうことなんですね。ものすごくこう、LGBT に対するその理解も低いし、こういうなんて、日本で一番大きな芸能の事務所が長年にわたってこういう人権侵害みたいなことをやり、 なおかつ隠蔽し、それをきちっと事情作用を働かせられないような国民なんだ、国なんだ、組織なんだというようなことが、もうごちゃ混ぜになって今、一気に世界に発信されているという状況なんですね。もうこれ、非常にこの良くない、えー、状況になってしまっているというのが、僕のタイミング的にもですね。 見方で、ある程度、まあ、えー、日本で言うと歌舞伎とかね、その芸能の世界って、まあ、なんとなくみんなこういうことが多少あるんだろうな、というような、まあ、色恋沙汰みたいなものはね、えー、芸の肥やしだみたいなところがどこかにあって、まあ、なんとなくはあったんだろうというような感じで見ていたものが一気にこういうふうに紛失し、なおかつ、長年にわたって、 組織的に怒られていた可能性が非常に高いということになると、これはちょっとね、うん、罪は重いよ。あのね、僕はちょっと<の>まずいって思っていて、うん、未成年だからね、やっぱり、うんね、大人とはわけが違うわけで、やっぱり、うん、大人の責任はすごく重いですよね。 だから、まあ今、まだ警察は入ってないのかな、うん、入ってない状態ということなのかもしれませんけど、うん、場合によってはそういうふうな刑事事件的な、まあ、この岡本さん告訴するとかしないとか、そういう話にはなってないのかもしれませんけど、うん、今のところはですね、まあこれからどんどん。うんまあ、出,出てくるかもよ、あの集団で。まあ、もちろん弁護士も仕掛けるだろうし、一、うん、人だとた多分立ち向かえないから、たくさんね、被害者だっていう人が、うん。 声を上げる可能性はありますよね今回あのファンの有志の会とかも出てるしいろんなところで、まあ、便乗じゃないけどああの、うん、私便乗は全然悪くないと思ってるからこういった問題に関してはメディアがそもそも動かないわけだし、うん、今回前回もあのそ相馬さんと話をした後一生懸命 G サーチで調べたんだけど、うん、結構少ないわけをこの1か月 1>、うんえー、5月8日の時点なんだけど 1>、うん、約1か月弱のところで調べたら。 えっと、地方紙を含めても69件しかなかったのよね。しかも新潟日報は報道してないしっていうね。まだね、及び腰ですよね。うんそう。そう。<で><え>まだね、新聞、新聞はね、まだそんなにって思うけど、これ、テレビはね、死ぬほど密着してビジネスしてたわけじゃないですか、ジャニーズ事務所と。そこがね、本当にこれだけ問題になってるのに、もういまだに及び腰というか、事情作用が働かないっていう、この、うん、 芸能事務所もそうなんだけど、やっぱりガン、マスコミがガンだなっていうのは、この問題一つとっても思えますよね。まあ、あの、新聞休館日の前の日にやったっていう、このあざといやり方みたいなのも含めてですけど、うん、ちょっと僕はね、これ、問題だなと思うのが一つと、ちょっともう今回取り上げましょうってまた続けてね、言ったのも、ちょっとい、うん、怒りも半分入ってて、うん、こういうことではまずいなと、で、まあさっきの、 今日本でね、そう人権法案がいろいろとやられているそのタイミングで、こういうようなことをやられちゃうとごっちゃになっちゃって、ちゃんとした議論もこうできないまんま、ああ、日本はこういう、やっぱこういう人権の意識の低い国なんだみたいなことで一色たりされちゃって、うん、あの世界に発信されてしまうという状況は、いや、本当にちょっとまずいなというふうにね。うんうん うん、僕が思っていて、もう、まずいなだけじゃなくて、相当ちょっと腹が立ってるというような意味も含めてなんですけどね。うん、ち,ょちょっとまあ、分析の趣旨が違うんで、これ以上あれですけども。うん、まあ、そういうような見方をちょっとね、僕の観点ではしてるということです。うん、はい。それで、ちょっと聞きたいのは、は、まあ、い。うん、今後ジャニーズ事務所としては、まあ今、社長の動画をアップして、 したっていうところで止まってるわけですけど、今後の対応としてはどうすべきなんですか、これ。あまあ、やっぱりこれはき,もうきっちり検証しなきゃだめ。で、やっぱり形跡に取るべきだと私は思いますよ。要するに、例えば第三者委員会て立てるとかそうです。うん、第三者委員会作って作らないって言ってるんだから、そもそもそれが絶対的にだめでしょう。 もちろん、マスメディアからもそういった声が、あのなんで報道できなかったってことを、自分たちで反省、まあ、じゃないけど、検証する必要があって、うん、まあそれぞれこれを知ってた人、知ってて報道し <laughs> 報じなかった人たちは、あるいは止められなかった人たちは、うん、それぞれの業界で再発防止のために動かなきゃいけない、うん、で企業側もスポンサーとして、それを許しちゃいけないわけですよ。そういういことですねスポンサー引き上げるというふうに言わないといけない。 そう圧力をかけていかないといけないわけで,、うん、で、通常の企業だとね、不買運動とかあるわけで、ファンも含めて、一応今回、ファンはちょっと動いたわけなんだけども、ファンも含めて、うん、やっぱりこうどうやって大人としてどうやって責任を取っていくのか、再発防止のためにどうす、うん、どうした,たらいいのかということを、それぞれ考える必要は。うん あるわけでメディア側もジャニーズ事務所の対応が悪いなんて言って,言ってる場合じゃなくてよ。言ってる場合じゃなくて、自分たちも報じれられなかったのはどうしてなのかということ、で現場の若い人は報じようと思っても、やっぱり上からストップがかかるわけで、うん、それに対してどうしたらいいのやっぱり性犯罪はまずいでしょっていうね。じゃあ、どうやってはこの被害者を守りつつ報道していくのかっていうこと。で今回被害者は 実名で勇気を持って報道してほしいと言ってるんだから、うん、じゃその気持ちになぜ答えられないのかということ、うん、でもちろんこれはジャニーズ事務所に限らず、うん、その性犯罪、未成年の性犯罪の報道をどうやって報じていったらいいのかということをまあ全体的にまあ今後のことも含めて、報じ方をまあ考えていく必要はありますよね。うん、例えばあの自殺だと 自殺の報道する場合は、必ず自殺ホットラインと入れなくちゃいけないっていうのがあるんですよ。まあ、ルール決めが国際的にもされているから。はいはい、必ず入りますよね。こちらへあの、うん、問い合わせくださいみたいなね。昔はなかったんです。それはなくて。うんなかね、そうすると、同じようにみんな自殺がこう連鎖して起こってしまうということがあったから、報道しつつも、報道によって連鎖が起こらないような仕組み、うん、報道の仕方をする必要が ありますよねあとは、こういったあの絶対的な権力者に対して、まあ、どうやって報道していくのかっていうことを、あのね、やっぱりけ人権より経済優先してたっていうこともあるわけだから、うん、報道ストップしてしまった人たちは、本当に心から反省して、どうしていったらいいのかっていうのを検証する動きを、私はジャニーズ事務所だけじゃなくて、メディアも、ね、全体的に、うんうん、メディア側も取ってほしいと。 ジャニーズ事務所、ジャニーズにこうスポンサードしていた一般企業も含めて、うん、だからまあ、そう,まあそういう考え方を取ると、本当、日本社会全体として、この問題をこう意識的に捉えていかないと、うん、まあ、なんか芸能の話でしょうとか、うん、メディアの話でしょうとか、そういう問題じゃなくなってきますよね。これはちょっと大きな問題だなというふうに、うんえー、思いますね。それからまあ ま、に一つ擁護しとくとすると、こういう問題っていうのは日本特有じゃないということはしっかり言わなきゃいけないですね。世界中、これ以上のひどい人権問題って山ほど起こっていて、うん、アメリカなんていうのはセレブの性犯罪っていうのはもう目も当てられないようなものがたくさんあるわけですね。うん、ただ、彼らは一応事情作用をなんとか働かせようとするというところが日本と違うところだと思うんですよ。メディアはなんとかそれを暴露しようとするし、それに対して、うん、 お互いにこう、えー、世間の情報を出したところで戦うというようなことが、あのー、見受けられるんですけど、日本の場合はこう隠蔽に隠蔽にというような感じで、下に潜っていってしまうので、本当によくないなというふうに、うん、うん思うんで、まあ、一般企業はね、だいぶあの国際社会にさらされてるので、あのー、こういう情報開示みたいなことも進み始めてますけど、 まあ芸能、えー、政治系、政治官僚、マスコミってこれ一番良くない四つ。うんうん、僕がいつも言ってるやつですけど、ここは本当に緊急、近代的っていうかね、うん、そういう業界だと思いますので、うん、まあ変えていく必要があるでしょうね。そうですね。まあこれをきっかけにということになりますよね。うん、うんうんうん、う思いますね。うん、ま,あまあ、 リスクマネジメント的にも本当に非常にいろんな問題を考えさせられるね。まあ、これもう、謝罪してるんでしょうけどね、この社長もね、なんだかトロ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 と喋ってる感じで。まあ、だからこういったは機会はできない。できないんでしょうね、この人はね。できないから、こうなっちゃったわけよ。こうなっちゃったわけ。見てらんないですよこの動画もね。 今の段階でできる精一杯のことを、まあ、あのチームとしてはしたのかもしれないけど、それでも検証しないというか、対、うん、戦線、まあ、せめてね、ちゃんと謝罪が,、うん、謝罪ができないか可能性がある、だって組織的にそれ放置したって言ったらさ、うん、やっぱりそれは大変な問題になるから、まあ、組織ぐるみの隠蔽ですからね、そうそうこれ一番罪重いですから。知ってましたって言えないわけじゃない、うん、どうしたって、公的な場所で。ね ねうん、でも記者会見したらさ、知ってましたって言っちゃう可能性があるわけだ。もう知ってましたなって言ったら終わっちゃうんですからね。うん、でもね、言っちゃうんだ言っちゃう可能性があるから、うん、それを止めるためにこうしたんだと、私は思いますよ。なるほどね。第三者委員会を設置したら、そう、で、第三者委員会を設置したら、もう絶対徹底的にやられて、さら、うん、されちゃうし、知ってたってことになるわけだから、うん、もうそれ確定として出てきちゃうわけだ。 大変なな状態になりまそう、もう組織として、もう解体ですよね、解体するし解す、ねうん、解体してしまうから、倒産の危機ですよね、これは、全く。あれは本当に経営者交代しなきゃ全くもって全部経営者を交代しなくちゃいけないわけで、まあしてもいいんじゃないですか、別にタレントはいいわけで、<laughs> うんね、タレントが悪いわけじゃないから、経営冊子にすればいいだけの話じゃない、うん そういった判断が今できない状況だから、まあ、結果としてこうなっちゃったていうことですよね。であと,あとあ私今回これを取り上げることで、まあ、大きく学んだことがあるんですけど私自身その性犯罪とかその性的な行動って 絶対こう治んないものだなと思ってたんですけどいろいろ調べると、うん、性犯罪だけが再犯率が高いわけじゃないっていことが分かって、うん、あの麻薬とか、ね、そういったことと比べてそこが特段性犯罪がだけが高いわけじゃないっていことが分かったのと、まあ、きっちりとしたこの構成プログラムっていうのがあるっていうことが分かったので。 諦めちゃいいけないんだろうな、うん、だから、ね、ジャニー喜多川さんも、うん、初期の段階で誰かが止めていれば、うん、これは悪いことなんだよ、やっちゃいけないことなんだよということで、あるいは報道されるとか、みんなでこう追い詰めていけば、やめられた可能性もあるということですよ。うん、でも、みんなが放置しちゃったから、結局、うん、みんな言えない、報道されない、誰も止めないから、うん、どん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 被害拡大していったと。 言えるるわけで、うん、多くの被害者がが出出たたいいううこことととは可能性があるということねまだ出てきてきないけからこういうのはねもうどうにもならないんだよっていう私たちはやっぱり諦めちゃいけないんだと思,思ったこれはまあそれが一点ねそういうその性犯罪者に対するそのコントロールするプログラムがあるということを積極的に使う, <laughs> うということが一つと、うん、もう一つはさっきから出ているいわゆるこういう絶対権力者みたいな人 がいた場合に、その人の間違いをどう正すのかと。まあ、これ、このジャーナルの中でも、結構、そのテーマって、トップが不祥事を起こした場合に、どうコントロールするのかっていうようなことって問題だよねっていうことをずっと確か、ジャーナルの中で言い続けて。ね。そうね。うん、だから、これは非常に、確かにこういうプログラムがあってって、一般の場合は言えるんだけど、あの、これがまあ、こういう人の場合、 で、しかも、まあ、この20年、この事務所は日本の芸能界を背負って立って言ったのは事実ですから、まあ30年かわからないけど、まあそういうような本当絶対的カリスマの人に対して、あらゆる意味でね、どういうふうに事情作用を働かすのかっていうことは、本当に大きな問題でしょうね。うん、そ,うそれは、私は内部からできない場合、やっぱり外部から、その告発者、まあ通常だと告発、 すると報道が取り上げるんだけど、それがチェック機能として働かなかったっていうことの <coughs>、まあ、意味の重さうのうそうですね。と思、まあ、う。ここは取引先だっていうことがあって、メディアは報じられなかったっていうことよね。うんまあ、ここは悲劇だと思う。本当に大きな悲劇だよね。うん、まあでも、青少年っていうかその、いわゆる未成年の人の心の傷というのはね、これはもう取り返しがつかない。 そうね、ことだし、まあ、今回、岡本さんが出ましたけども、これ、たくさんね、そういう人がいるって発言もしてますから、まあ泣き寝入りしてるわけですよ、ね、そう100人、200人って、うん、自分がいた時でさえ100人から200人って言ってるわけだから、うん、いやじゃあこのな、この20年間な、何人っていうことになるわけじゃないありますからね,、うんね。どれだけ被害を持ってきてるのかということあね。 受け入れてきちゃったっていうことがあるので、もしかしたら、純正な線以外と違うんだよ、取引なんだからみたいなことを言ってる人もいるんだけど、やっぱりそういったことを犠牲にして、それを未成年者に追いつけちゃだめだよね、それは。もう歪んじゃうから、人生歪んじゃうっていうのはあると思う。大人のね、売買春とはまたわけが違いますからね。代代 子たちにするってことの意味の重さ、罪の重さっていうことを改めて考えて変えていかなくちゃいけないですよ、ね、そう、まあ、だからそういう意味では、ちょっとこの問題はね、日本社会全体、まあ、さっき言ったスポンサー、マ、ま、スメディアから、こういう芸能を応援している一般国民も含めてね、あの全体の問題ですよね、まあ、どっか芸能がやってるわみたいなことではなくて、まあ、そういう雰囲気があるのも事実でしょうから。 ちょっとこれはもう本当に正しいかないと、今後ね、もう大変な問題になるし、まあ日本文化みたいなところもあるのが、まあ時間があればそういうところもいろいろね、検証したいと思うけど、やっぱり秘匿する文化っていうのがあるから、うんうん、どうしてもその、あと。恥ずかしいとかね、<ッ>恥とか、うん、特にあと今回はまあ男性っていうこともあったからね、うんうん、かこれが重大な女の子だとまた、 あの出方は変わった可能性はあるんだけど。うん、か,かもしれませんね、まあ。ジャニーズ事務所は、ね、男の子の事務所です女。男の子同士だから、だからまあ、うん、それを放置する、まあ男同士だからみたいなことの、あのー、そういった考え方もあったかもしれないですよね。芸事、ね、と,とかっていう問題も、ね、あったりね。うん、あと、何が行われてるのかわからなかった可能性もあるんですよね。具体的にね、具体的なことがわからなかった。わからなかったというん。うん ま、未成年で、まだね、10代前半の子もいたっていう話。うん。じゃ、ほら。12歳と考すけどね何が行われてるのか、よくわからなかったということがあるかもしれないので。ま、れにしろいろんな問題。ま、その行為自体。芸能文化。それから報道の仕方。え、企業コンプラの問題。ガバナンスの問題って、これいっぱい全部入っていて。ま、これ、広報の教科書に載るんじゃないかっていうぐらい。いろんな意味でね。 あの、問題が多い、うん。これをきっかけに変えていければっていうことですよね。うん、まあ引き続き、どういう動きになっていくのか、注視したいですね,ね。はい。すみません。わかりました。ちょっとね、長くなりましたけども、いろいろな観点があるので、ぜひ皆さんもね、考えていただければということで、まあ、2回目、ということで、やってみましたけど、ということですね。はい。はい。じゃあ、今日はこれで終了ということになりますので、はい、また、えー、登録と、いいねボタンということで。はい。